せえ。ここまでだね、オビト。くそー。いい作戦だよ。オビト、虹の方向。お。カトン、豪華級の術。うん、もう少しだったね。そんな、先生いつの間に。ちっ、また失敗かよ。成長したね、二人とも。それにチームワークをよく分かってる。さて、あとはこのタイミングで。カカシ先生、今日こそ勝たせてもらいます。ここまで姿を隠していたのは作戦の一つかい？いえ、先生相手に二人を守りながら戦うのはきついんで。だから二人がやられるのを待っていたのか。よし。何？やるね。けどそれじゃ俺に勝てないよ。まだまだ。影分身。未完成だがこれで決める。言ったろ、俺には勝てないって。カカシ、君の負けだよ。そんな、なんて速さなんだ。あの時。実力はすでに常人クラス。あれを仕掛けてなかったら勝負は分からなかった。だが、今の君は。もう少しだったのに。もう少しか。もう少し。あの頃の俺はもう少しで先生に認められ、そしてもう少しで本物の忍びになれると思っていた。だがあの頃の俺は忍びについて何一つ分かっていなかった。俺はまだ子供だった。力には自信があった。同年代、いや、たとえ自分より経験が上の忍びであっても負けない自信があった。まさに慢心に溺れていた頃だった。そんな俺に対し、いつも突っかかってきたのは、オビト。あの演習の時も、いつもと同じように。お前は忍びにとって大切なものを分かってねえ。忍びとして全く実力のないお前にだけは言われたくないね。だと？ま、軽くひねってやるよ。戦闘開始。よし、くそ。くそ。やっぱトン。効果中の。くそ。よし。やってやる。
ウチハ一族ってのはこんなに弱いものなのか、オビト。当時の俺とオビトの実力には大きな差があった。オビトは負け惜しみの言葉を投げかけてきたが、俺は気にも留めず視線を湊先生に向けた。もちろん次の相手として先生と手合わせしてもらうためだ。だが今考えると、決まってそういう時の先生の目は寂しげな感情を含んでいた。先生はもう分かっていたのだろう、俺に足りないものが。先生、今日こそあなたを倒してみせます。忍び一人でできることなどたかが知れている。カカシ、何でも一人でやろうとしてもダメだよ。でも強さは忍びにとって必要なことだ。開始。よし、行くぞ。くそ。予定通り。行くぞ。あ、や。くそ。くそ。よし、くそ。行くぞ。よし、くそ。よし、くそ。あんた。くそ。よし、くそ。行くぞ。あんた。よし、くそ。くそ。やった。先生に勝つことができた。